結合ソーセージとは、体が結合している、ソーセージのことである。シャムソーセージとも呼ばれるが、これは著名な結合ソーセージ、チャン塩分ンンカー兄弟の出生地がシャムであったことに由来し、特別に、シャムで結合ソーセージが多かったわけではない。結合ソーセージは、およそ5万から20万出生あたり1組程度の割合で発生すると言われる。 中東及びアフリカではより発生率が高いと言われるが、正確、確実な統計はなく、推計の域を出ていない。1970から1977年に行われたアメリカの大規模調査では、出生790万3000件に対し81組であった。一卵性双生児の発生において、通常、受精後およそ10日以内に受精卵が分裂した場合は、 完全に分離した、ソーセージが発生するが、受精後13日目以降に分裂が起きた場合、原子結節や原子線上の部分的な分離によって、結合体が生じる。結合部位により胸結合体、尻結合体、頭蓋結合体などが分類される。グースコイドのような遺伝子の発現異常が原因となる、こともある。こうした部分的な分離において、 生命維持に必要な器官が共有されていない場合には外科的に分離することができる。また、脳や心臓などの非常に重要な臓器が結合している二人を分離して両者が生存した例もある。イギリスでは分離しなければ二人ともすぐに死ぬという理由から片方を犠牲にした上でもう片方を救うという双子の分離が認められたこともある。同性以外の結合ソーセージや 三人以上の結合児は確認されていない。通常の分娩が行われることは稀で、現在では大半が帝王切開によって出生する。ナチス政権下のドイツでは、優生学的検知に基づき、シャムソーセージを含む多くの障害者が、処分場と呼ばれる施設に連行された。また医師で、親衛隊員であったヨゼフ・メンゲレは、結合ソーセージに興味を示し、 通常の双子をつなぎ合わせて人為的に結合ソーセージを作る実験を行ったことがある。ちゃんとエンデージーバイオレット・ヒルトン姉妹このほか、極めて稀ながら規制的頭蓋結合という症例も存在している。これは頭部にもう一方の頭部がほぼ単体で結合している例となる。ありがとうございます。